間に味噌玉でも作ろうかな。味噌玉作りいいよ。これさ、百均で売ってたさ、味噌玉ストッカーってあるのね。まあ味噌玉を作っておけば、そこにお湯を注ぐだけで簡単味噌汁が作れると。あとはストッカーだから、見てこの蓋パカパカなのよ。パキじゃないんだ。そう。大丈夫な。タッパーじゃないんかいと思って。そうだね。私これ蓋もっとしっかりするかと思った。はい。はい。では味噌 100g。私がやるんですね。一緒にやろうよ。はい。一緒にやろうよ。味噌はね、冷凍しても固まらないんだって。あ、そうなの。だから例えばあのシリコン系の製氷機とかでもいいと思うんだよね。うん、今回もね、この可愛い味噌玉ストッカーがあったから。ね、カツオだし。あれ？よし、ぴったり。はーい、置いといて。よいしょ。そしたら、ナスの素。ナスの素。ナスの素。3g。3g。あ、うんうん、手使わない。手使わない。うん、手突っ込んじゃないで、しけちゃう。使わないで。しゃあないよ。いつもフリフリしてるのよ。私のことはこうやってつまらないもん。何してるじゃん。端っこから手突っ込んじゃう。はい、そしたらあとは好きな具材を入れて混ぜ混ぜします。唐揚げに見えてきた。本当だ。今回の具はカットわかめ、あとごま。ごま、ごまも体にいいから味噌汁飲んじゃう大作戦。めちゃくちゃ入れるな。まあ 6、まあ、6で割れば。あ、いいんじゃない。そしたら混ぜてください。はい。均等に混ざらないとあれ、わかめ少ない味噌汁と多い味噌汁ができるからね。ねりねりして、ねりねり、だしの素も入れたからさ、ねりねりしてください。ねりねり。ここ一回洗おう。よいしょ。お味噌汁の具何好き？味噌汁の具はね、これ揚げとか。揚げか、揚げ入れたかったな。冷凍するから揚げとかでもいいのか、別に皮じゃなくても、ね、揚げいいな、確かに揚げ美味しい。あ、ネギ入れるじゃん。ここにネギ入れる。ネギも揚げはないけど、後だとだってお湯注いで完成なのに。あ、めんどくせえ。そう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 。あ、ネギがあったわ。ネギの青いとこいけるかな。いけるかな。とか開ける間に、あ、チーズ溶けてきた。でもまだ焦げ目ついてないからいいや。はい。みじん切りまでいかないけど、細かめの切りがいいよね。わかり。任せてくれ。で、青いとこだけかな。こっちだけ。うん。よし。次はこれであれするので。はい。ほい。おお、いい感じになってきたぞ。早いぞ。頑張れ頑張れ。ちょっと一旦、ね、ネギ切る前に完成そうだから、あっちやる。あ、じゃあちょっと一旦これをどこ。うん、一旦ちょっと。一旦じゃルルルリ。ということで、はい、食べ終わったんで、続けようか。美味しかったわ。美味しかったね。このかぼちゃ、かぼちゃ美味しかった。かぼちゃグラタン、動画こちらです。動画こちらですけど、よかったら見てください。はい。じゃあネギちょっとあれだね、刻んでほしいからちょっと洗いつつ。あ、そうか。無理しないでね。大丈夫かな。乗せていい？どうぞ。あ、でもネギ余ってもいいや。シャカシャカネギポット買ったからさ。そう。ついに買っちゃったの、100均でシャカシャカするやつ。チーズもね、いいらしいからね、チーズにも使おうと思ってさ。これ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 よ。いいじゃん。本当にこれでいいの？不安になるよ。1センチも分かんないけど、そんなもん。あ、まじ？そういうもん。本当にこれでバラバラになるの？バラバラになるのってこと？そうじゃん。これだけでいいの？本当？本当これ？本当？こんなちょっとでバラバラになるの？まだね。なんかスノコ大きすぎてもダメだ、確かに。へえ。すげえな。職人さん頑張ってますね。へい。へい。ネギ職人とは俺のことだ。ネギ職人なんだ。ああ。ネギ食べる専門じゃなかったっけ？そうだ。そうだじゃないよ。食べるのが好きでな。俺は切ることにも熱を燃やすんだ。熱を燃やすんだ。いやー、手が痛え。お疲れ。この俺の傷にネギの汁が染み渡るぜ。じゃあ残りはネギシャカシャカポットにもおろう。だったの。みたいな。よし、これでネギもできたぞ。冷凍するんですか？冷凍します。あ、でもみんなここを引っ張らないからどこにやってんだろうと思われちゃう。そうだ。なんで急にさ、このさ、ネギ冷凍ネギストッカーとかさ、味噌玉ストッカーとかさ、
急に目覚めたかというとさ、冷凍庫をさ増えたのよ。いわゆるサブ冷凍庫を手に入れたんですよ、はいはい、ついにたくさん冷凍室使おうと思って。やっぱ冷凍いいよね。いいよね。冷凍しといたらってさ、チンするだけでいいんだからさ、温めればできる。あ、だから6等分に分けてください。はい、どうぞ。なんかさ、味噌だらけとか、うん、6個やってほしい。なんで俺ずっとやった。なんでこっからはルーミンとのターン。はい、頼んだぜ。でもほら、私雑だからさ。ネギ味噌だね。完全にネギ味噌ね、ネギ味噌だよ。いいですね、これでいつでもお湯注ぐだけで味噌汁やね。いいじゃん、ちょっと忙しい時にね。忙しい時とか、それでも味噌汁を簡単に飲みたいんだよ。もう忙しい時でもいいし、何もしたくない時でもいいと思うの、うん、発酵食品って体にいいからね、うんうん、多くね。多いよね、ほんとね。ネギのせいか。ネギのせいだと思う。ネギのせいか、でもぎゅうぎゅうにしよう、そしたら、うん、パンパンしやれね。これあれしょ、お湯入れて、そう、お湯注いでまぜまぜすればもう出来上がり。すごいね、画期的だ。味噌って凍らないってのびっくりしたわ。うん、ででーん、たこ焼き。たこ焼きで、でこれで、まあ、2つでもいいんだけど、これで2つするとちょっとなるがメリメリなので、ちょっと具欲張っちゃったな。ね、ラップしてパックしよう。よいしょ、これでいいじゃん。合わせラップしたし、やったー、できた、できた。ネギ味噌ストッカー。ネギ味噌味噌玉、味噌玉ストッカー。これでいつでも味噌汁飲めます。じゃあ、はい、終わり。終わりです。ありがとうございます。お疲れ様でした。いやー、ネギ切ってくれてありがとう。ありがとうございます。そういう細かい作業はね、夫が1番、2番、2番。年代のどういうのもわかんない。いやー、お片付けしよう。片付けよ。片付けまーす。イエーイ。